1番、手術中にお腹空いたら何を食べますか？回答、手術中は食べません。一般的には手術中に食事をするということはありません。ごく稀に手術が長引いた時などにちょこっとだけ手術を抜けて軽食を取ることなどはあるかもしれません。ちょこっとだけにチョコとかね。自分が抜けてる間も助手が代わりに手術を進めててくれるので特に問題となることはありません。ただこの食事に関しては手術をメインに行っている術者のことを言っていて、助手や看護師さんは手術を途中で抜けたり交代したりすることが比較的自由にできるので、お昼時間やいい頃合いのところでご飯を食べに行ったりすることができます。あんまり食べ過ぎると手術に戻った時に集中できなくなることがあるという人もいましたが、僕が助手をしていた時は常に手術を抜けてたくさんご飯を食べに行きたいと思っていました。ただ僕が研修医の頃はご飯を食べているところを上司に見つかったりすると、俺が働いてるのにお前が飯食うなんていい身分だなと理不尽に怒られ、なぜか謝らないといけないということもあったので、あんまりたくさんは食べれませんでした。お腹も頭もいつもペコペコしてましたよ。その他の質問はコメントへ。